竹岡洋一竹岡洋一8月13日から1966年11月24日は大正から昭和にかけて活動した日本の実業家。戦前期の大手電力会社東方電力の第三大社長を務め、戦後は四国電力初代会長となった大分県出身。竹岡洋一は1876年8月13日、大分県。 竹岡茂平の次男として生まれた。兄は大分県会議員や中津市長を務めた竹岡義太郎。妹の数は松永安左衛門に嫁いでおり、松永は議定にあたる。1902年、東京専門学校保護政治家を卒業した。実業界における経歴は議定の松永とほとんど一緒であり、長年、松永の補佐役であった。1909年、 福岡市の路面電車会社福博電気軌道の設立に参加。1911年、市内の電力会社博多電灯と福博電気軌道が合併した博多電灯軌道にて会計部長に就任し、翌年同社と九州電気が合併して発足した九州電灯鉄道では経理部門を担当した。1914年6月、 山口県下関市の電力会社馬関伝統の専務取締役に就任し、1916年5月に九州伝統鉄道と合併するまで務める。引き続き、下関市店長を務めた後、1917年に本社に転じて副支配人に就任した。当時の九州伝統鉄道の幹部は、社長、伊丹屋太郎、常務取締役、松永安左門。 田中徳次郎、を支配人、桜木良造といった顔ぶれであった。九百二十一年十二月、九州電灯鉄道の役員の内伊丹と松永は、福沢桃介が経営していた名古屋市の電力会社関西電機の役員にも就任し、それぞれ社長、副社長となった。翌九百二十二年五月、この関西電機と九州電灯鉄道の合併が成立。 6月に関西電機が社名を変更したことで、資本金1億円超の王で、電力会社東方電力株式会社が発足した。社名変更と同時に役員の増員が行われており、九州電灯鉄道から田中徳次郎が専務取締役、竹岡と桜木良造が常務取締役に追加されている。東方電力では常務権経理部長を務める。 1929年12月、職制変更で務部、経理部が統合され総務部となると、竹岡は総務部長に就任。1937年4月、合同電気合併に伴う、職制改革では、経理部長兼調査部長に回った。同年11月、常務から専務取締役に昇格する。 さらに1939年5月専務兼副社長となり、社長の松永康左衛門、同じく専務兼副社長の海藤要作りともに代表取締役に選出された。1940年11月13日、竹岡は東方電力第三代社長に就任した。当時強化されつつあった電力国家管理政策に対し反対の意見を、 貫いていた松永が1928年以来、その任にあった社長を退任、会長に退いたことに伴うものである。しかし社長就任半年後の1941年5月、先に決定していた第二次原力国家管理に続いて、配電事業も国策配電会社に統合するという方針が打ち出される。1942年4月1日、これらの実行とともに、 東方電力は解散し、最後まで社長を務めた竹岡は解散後の代表生産人となった。また1941年5月から務めていた日本発送電の幹事からも4月7日に退いた。太平洋戦争後は、郷里の中津で陰性していたが、1951年5月1日、電気事業再編成で発足した四国電力の初代会長に就任した。 在任期間は1年間のみで1952年5月に相談役となっている。電気事業再編成を主導した松永によると、四国電力では、高知県出身の宮川竹馬が初代社長となったが、宮川は気の荒いところがあるので、先輩にあたり温厚な性格の竹岡を会長につけたという。また宮家正紀によると、竹岡の先任は、 松永の指摘人事の最たるものという批判を招いたが、松永と人事で対立する、日本初送電総裁、小坂純造と竹岡が親しい間柄であるため、小坂の了解を得られる人物を選んだ結果だという。1959年10月28日、電気事業功労者として、乱受報承受賞。1966年11月24日、死去、90歳没。 ありがとうございます。